ナンバーアンダーラインアイがゴート、J ポップ、そしてコーチャーラでのパフォーマンスについて話してくれました。ナンバーアンダーラインアイ、J ポップの未来を担う世界への挑戦。アメリカ在住の皆さん、大喜びでしょう。やっと英語でのインタビューが実現しましたね。私もここでナンバーアンダーラインアイのライブを楽しみにしています。ナンバーアンダーラインアイのファンとして、インタビューをしていただき、ありがとうございます。 ミニアルバムの制作に関する話を聞けて嬉しかったです。リリースが待ち遠しいですね。アメリカをはじめ世界中の方々に彼らの楽曲を聴いていただきたいですね。インタビューをありがとうございます。とても嬉しいです3人が J-POP を世界に広めるために様々な楽曲に挑戦し熱い思いで突き進んでいる姿を誇りに思います日本の旗。 ナンバーアンダーラインアイという名前を聞いたことはあるだろうか彼らの音楽はまるで嵐のように日本の音楽シーンを席巻している彼らは単なるアイドルグループではない卓越した音楽性とパフォーマンスで国内外で熱い支持を得ている彼らの存在は日本の音楽シーンに新たな旋風を巻き起こし世界中の音楽ファンを魅了している 彼らの音楽はメロディーの美しさ、力強い歌詞、そしてメンバーそれぞれの個性的なボーカルが融合し、中毒性のあるサウンドを生み出す。それはまるで魔法のように聴く人の心を掴んで話さない。彼らの音楽は単なるエンターテイメントではなく、人生の喜び、悲しみ、そして希望を表現している。彼らの歌声は私たちの内側に眠っている感情を呼び覚まし、 心を揺さぶる力を持っている。ナンバーアンダーライン愛のファンです。インタビューをしていただき、本当にありがとうございます。3人から深い話を聞けて嬉しいです。彼らの魅力が世界中に広がることを願っています。ナンバーアンダーライン愛を招待してくれてありがとう。彼らが紅茶屋らについてどう思っているか、彼らの言葉で聞けてとても嬉しいです。胸が熱くなりますね。 ナンバーアンダーライン愛のファンです。インタビューしていただき、本当にありがとうございます。本当に感謝しています。夢を失った彼らが立ち直った姿、それは感動的です。彼らは日本で最も人気のあるボーイグループです。私のお気に入りのナンバーアンダーライン愛を招待してくれてありがとう。彼らの多くのストーリーを聞けて嬉しかったです。ナンバーアンダーライン愛のインタビュー。 世界の人々に彼らと彼らの音楽について知ってもらえる機会を得て嬉しいです。ナンバーアンダーライン愛イにインタビューの機会を設けていただき、ファンとしても光栄に思います。ありがとう。彼らのビジュアルだけでなく、パフォーマンスもとてもクールで痺れますね。彼らが音楽に情熱を注いでいる姿が伝わってきました。ナンバーアンダーラインアイだ。嬉しいです。 たくさんのインタビューを通じて彼らの新しい曲や新しいアルバムについての話を聞けて本当にありがとうございます。彼らのパフォーマンスと個性は本当に素晴らしいです。世界中の人々が彼らを知ってくれることを願っています。ナンバーアンダーライン愛イのインタビューありがとうございます。インタビューを聞いてナンバーアンダーライン愛の関係性と音楽性についてもっと知ることができて嬉しいです。 ナンバーアンダーライン愛の未来を楽しみにしています。インタビューありがとうございます。ナンバーアンダーライン愛の音楽が世界中に広がることを願っています。最高でした。インタビューありがとうございます。ナンバーアンダーライン愛のインタビューを楽しんでいただけたら幸いです。私たちは彼らと彼らの音楽についてさらに多くの人々に知ってもらえる機会を得て嬉しいです。以上。 ナンバーアンダーライン愛に関するインタビューの感想と感謝の言葉が続々と届いています。彼らのパフォーマンスと音楽性に対する愛と尊敬が溢れるコメントですね。果たして彼らの将来にはどんな可能性が待ち受けているのでしょうか次なるステージに向けて彼らの活躍に期待が高まります。彼らの物語は挫折から始まる。彼らはかつて夢を諦めかけた時期があった。 しかし、彼らは決して諦めなかった。困難に立ち向かう勇気と、音楽に対する熱い情熱を胸に、彼らは再びステージに立つことを決意した。そして、彼らの音楽はより一層輝きを増し、人々の心をつかむようになった。ゴートという楽曲は、彼らの挑戦を象徴するような力強いメッセージを込めた一曲だ。歌詞は、夢に向かって突き進む彼らの決意。 そして自分自身への確固たる自信を表現している。力強いビートに乗せて歌われる彼らの言葉は、聞く人の心を奮い立たせ、前向きな気持ちにさせてくれる。彼らの活動は、日本の音楽シーンのみならず、世界に大きな影響を与えている。2024年、彼らはアメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大の音楽フェス、コーチェラフェスティバルに出演を果たした。 これは日本のボーイズグループにとって大きな飛躍であり、彼らが世界で認められた証である。コーチェラという舞台は彼らにとって新たな挑戦の始まりだった。海外の観客を魅了するパフォーマンス、そして言葉の壁を越えた音楽の力。彼らの音楽は言葉ではなく感情で世界とコミュニケーションを取ることを証明した。コーチェラのステージに立った彼らは世界中の音楽ファンを魅了した。 彼らのパフォーマンスは観客を熱狂の渦に巻き込み会場全体を一体にした。彼らの音楽は国境を越え人々の心をつなぎ合わせた。彼らは音楽を通して世界とつながる喜びを体験した。ナンバーアンダーライン I の挑戦はまだ始まったばかりだ。彼らは世界中の音楽ファンを魅了する新たな楽曲を生み出し続けるだろう。 彼らの音楽は私たちに何をもたらすのだろうかそれは希望、勇気、そして人生の喜びだ。彼らの音楽は私たちを日常の束縛から解放し、心の奥底にある情熱を呼び覚ます。彼らの音楽は単なるエンターテイメントではなく、私たちの人生に深く関わる存在である。彼らの音楽は私たちに勇気を与え、希望を与え、 そして人生の喜びを教えてくれる。彼らは音楽を通して世界をより良い場所にしたいと願っている。彼らの挑戦は私たちに新たな可能性を示唆している。彼らの音楽が私たちに与える影響はこれからさらに大きくなっていくに違いない。ナンバーアンダーライン愛の未来は私たち自身の手によって作られる。 の音楽を通して私たちは何を感じ何を感じ取ることができるだろうかナンバーアンダーラインアイクは私たちに問いかけているあなたは彼らの音楽に共感できるか彼らの挑戦に心を動かされるか彼らの音楽を通して世界を変えることはできるかさあ彼らの音楽に耳を傾け彼らの挑戦を見届けようナンバーアンダーラインアイの物語は これから始まる。あなたはナンバーアンダーラインイのどの曲がお気に入りですかまた、彼らの将来についてどんな予想がありますか